よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー。<laughs> ニュース目玉きまずはこのニュース。読売新聞。防衛白書。北朝鮮の核弾頭化の可能性。 政府は昨日の閣議で2017年版防衛白書を了承しました。北朝鮮の核ミサイル開発を新たな段階の脅威と位置づけ、重大かつ差し迫った脅威とした昨年版よりも表現を踏み込んでいます。白書では7月4日に発射された北朝鮮のミサイルを大陸間弾道ミサイル ICBM 級の新型弾道ミサイルと分析しています。さらに北朝鮮の弾道ミサイル技術については4つありまして、長射程下、まあ 長くまで遠くまで行くと。あとは同時に多くのミサイルを発射する、飽和攻撃に必要な正確性、運用能力の向上。奇襲的な攻撃能力向上。まあこれ夜発射したというのもありますよね。はい、あと、発射形態の多様化。うん、これを挙げています。まあこれあの発射台か、発射台って言っても移動式の発射台だとか、ね。そうですね。すあるいはセルビームね。そね。潜水艦から撃つという実験もしたんですよね。はいはい、ええー。まあこういうものが入っているということですが、<laughs> 防衛白書、どうご覧になりますか するかっていうのが欠けてるんですよね。えー、はい。もうはっきり言いますが、今の普通の国の政治家だったら普通にあの核武装の議論すると思います。はい、日本も、えー、はい。えー、でそうじゃないそれが嫌だって言うんだったら、じゃあどうやって国民を守るんですかっていうのを議論しなくちゃいけないんですけど、みんな目か目をそらしてますねそこから。は,はい、はいえー、はい。またあの中国をめぐってはですね、自らの一方的な主張妥協をなく実現しようとする姿勢に強い懸念を示しています。え、うん、中国の海軍の艦艇、あと航空機が日本海で訓練を行っていることを踏まえて、え中国軍の ををにも警戒感示した形です中国に対する防衛白書の表現、これ、どうでしょうこれも同じですよね、あの防衛白書って、まあ要は外国がどうなこうのっていう話なんですね、それはそれでやるべきなんだけど、もう一歩踏み込んで、じゃあ日本どうするんですかって議論がないんですよ、はいだから例えば尖閣の話で言えばね、あの公務員なり自衛隊員を上駐させたら終わるんですあの話は。でもやらないと、自民党、確か公約にあげたと思うんですけどね。はいだって今ね、あの尖閣諸島というのは、もちろん日本の領土だと。 だけれども言っちゃいけない。そう言っちゃいけなんですよ。はい、普通に人が住んでればあの話は終わるのに、えー、その中国を刺激するのがどうのこうのなんてことやってるとどん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 ,どん規制で実家されます。す向こう側のあのやり方が。そうですね。えー、で中国はどういうあの動きを見せたかというと、まあ今回この日本の防衛白書がですね出て、中国国防省の報道官こう言いました。中国軍に対する悪意に満ちており、国際社会を公然と欺くものだ。うん、断固として反対する、はい、というふうに言ってます、うんえー。まあそれはそう言うでしょう、ね。うん スターリンがヒトラーになんか投げかけた悪口にそっくりなんですよ、これって、逆マシンなりなんですけど、ヒトラーがスターリンにね、行ってたとかね、バルバロス作戦の前にね、そんな感じがそういえば、フィリピンで河野大臣がね、外務大臣、新しくなりました河野外務大臣が、やっぱり中国のことを批判した、これ、王毅外相がですねがっかりしたみたいなことをね、言ってました、これ、お父さん、河野洋平氏のその流れってのもあるんでしょうけれども、でもそこでまた河野外務大臣はちゃんとですね、もっと大国の振る舞いをしてもらわないと困るよみたいな。 言い返すとょう、ねえー、まあもちろん言い返すというのも大事だけど、えー、じゃあ、言い返したから、俺、は中国、ざまみるって話、すまないんですよ、はい、もう軍事的な脅威というのは、物理の話だから、えー、どうやってそれに対抗するかっていうのを議論しなくちゃいけないと思います、えー、そうか、議論が大切なんですね。ははい、はい続いてはこちら日本経済新聞長期失業19年ぶり低水準 一年以上にわたって仕事を探す長期失業者が減っています。総務省が昨日発表した4月から6月の労働力調査によると、長期失業率は68万人とデフレ経済に入った直後の1998年以来19年ぶりの少なさでした。景気の回復で人手不足が強まって、失業者が仕事を見つけやすくなったためとされています。 雇用の環境を見てみると、今年6月、正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えました。求人が求職を上回る状況にあるんですね。過去に例のない売り手市場の下で、企業が出場失業者の希望に沿う採用を進めて、求人と求職の条件、これが合わない雇用のミスマッチが減ってきていると。 失業期間が短ければ、働くスキルを保ちやすく、労働生産性の向上につながるというふうに言われてます。この調査結果、これいかかがですそれはもちろん、生産性向上の中には、人材投資っていうのがあるんですよね。要は人材が育ってくるって、一人当たりの生産性が上がるって話なんだけど、それ働かないと上がらないですよね。というか、この分析は正しいんだけど、ただこれ自体がですね、日本が景気がいいから、失業率が下がってるなんていうふうに誤解していけませんだっっってて目 GDP はマイナスになそれの 物価も下がってんですよこ人口向上の結果ですね。まあ、散在言ってましたけど。はい。はい、えー、そうか。あの、だから、やった万歳じゃない<う>っ<て>だって、ね、ね、有効求人倍率がバブル期よりも上ってことは、バブル期より景気いいんですかって話になるけど、そんなわけないんですよ,うですよどう考えても。そうですね。えー、その長期失業者などが減り続け、企業による人材確保の余地、いた一段と狭まっていると。うん、運輸小売り、人材をつなぎ止めるための賃上げも広がっています。うん、まあ、あるエコノミスト、収益増加に先行した賃上げは、企業の利益のうち、労働者 労労働働者の取り分分をを示すす配率を高めててていいいるだけで持続的ととは言えないとしてきています、まあ、その上で、労働生産性を高めることが、賃金上昇の好循環に欠かせないというコメントなんですが、こちらは、<laughs> <laughs> あ,のあのね、はい。はい、あの、面白いんですけど、まあ確かに収益増加に先行した賃上げです。はい、なぜかというと、はい、まあ、そういった、そんなに利益が出てるんだったらね、はい、それだったら、まあ,あの、容赦なくこう賃金上げっていうのができるんだけども、えー、あの、要は人手不足感が強まってるのね、人口構造の,、はい、の変化によって。えー、だから、賃上げしないて人来ないっていう、そういう いう脅迫観念にかられてる。それはいいと思うんですよ。はい。はい。で、持続的とは言えないというんだけど、あの、人口構造の変化によって変わっているので、これは持続せざるを得ないです。あ。絶対に。はい。要は確かに労働分配率が高、高まってね、いるんだけど、でもこれ、下げすぎたんですよ、日本はそもそも。労働分配率を。はい。だからこれ、上がってるっていうのはいいことだし、持続的になると思うんだけども、その後、労働生産性を高めることが賃金上昇の好循環に欠かせない。そりゃそうなんだけど、だったら投資をしなくちゃいけないでしょ、と。そのためには、あの、もうちゃんと景気がよくて、需要が安定的に確保されて、投資しても儲かるなって企業に思わせ なきゃい全然言っておきますと、人手不足は毎年これは深刻化します。絶対。これから。これから。20年間は。20年20年間は。今赤ちゃんがいっぱい生まれたって20年働かないから。そうですその前提に立たなくちゃいけないですよね。はい。さて、一方で、先ほど、三橋さんもちらっとおっしゃいましたけども、じゃあ景気がいいかって言ったらね、景気ウォッチャーの調査っていうのがありまして、内閣府が8日に発表した7月の景気ウォッチャー調査によると、この街角 景気の現状を示す指数、前の月より0.3ポイント低下してると。はい。え4ヶ月ぶり企業動向も落ち込んでるということなんですよね。だから決して景気がいいわけじゃないと。それはまあ、金属財産やったら景気がいまだ奇跡ですよ。そんなわけないんで。えまあ一流企業はなんかね、利益はいい、ね、上がってると。ただ、その一流、一流って、まあ大手企業は。大企業はい。あの、労働分配率を上げたくないわけですよね。はい。なぜかというと株主が、まあ、グローバル投資家とかだから、そこやっぱ抑制しちゃってるんでね。はい。 がまあ先行的にに人手不足ななっている、えー、わけののでで、はい、そこのミスマッチですよね今回もこの景気ウォッチャーの分析によるとですね、景気判、企業の景気判断が落ち込んだ影響で、4か月ぶりに悪化したと申し上げましたが、建設、サービス業で広がる人手不足、うん、企業の業、うん、えー、業、 ええと、需要量需要拡大の足かせとなり、景況感の改善を鈍らせていると。本当だってね、生産性向上のための投資がガンガン起きて、めちゃめちゃ景況よくなるはずなんだけど、やっぱ需要の見込みがね、安定的じゃないからもこうなっちゃうんですね。そうなんですね。はい、続いてはこちら。もうしなくてはいけないと思います。そうか、議論が大切なんですね。はい、続いてはこちら。 日本経済新聞、長期失業、19年ぶり低水準。1年以上にわたって仕事を探す長期失業者が減っています。総務省が昨日発表した4月から6月の労働力調査によると、長期失業率は68万人と、レフレ経済に入った直後の1998年以来、19年ぶりの少なさでした。景気の回復で人手不足が強まって、失業者が仕事を見つけやすくなったためとされています。 雇用の環境を見てみると、今年6月、正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えました。求人が求職を上回る状況にあるんですね。過去に例のない売り手市場の下で、企業が失業、うん、失業者の希望に沿う採用を進めて、求人と求職の条件、これが合わない雇用のミスマッチが減ってきていると。失業期間が短ければ、働くスキルを保ちやすく、 労働生産性の向上につながるというふうに言われていますこの調査結果、それはもちろん、生産性向上の中には、人材投資っていうのがあるんですよね、要は人材が育ってくると、一人当たりの生産性が上がるって話なんだけど、それ、働かないと上がらないですよね、この分析は正しいんだけど、ただこれ自体が、日本が景気がいいから失業率が下がってるなんていうふうに誤解していけません、だって名目 GDP はマイナスになっちゃって、それで物価も下がってるんですよって、これは人口向上の結果ですね、そうか。あの だから、やったら万歳じゃないっ、ね、だって有効求人倍率がバブル期よりも上ってことは、バブル期より景気いいんですかって話になるけど、そんなわけないでしょ、どう考えても。すね、はいえー。はい。えー、その長期失業者などが減り続け、企業による人材確保の余地、一段と狭まっていると。うん、運輸小売り、人材をつなぎ止めるための賃上げも広がっています。うん、まあ、あるエコノミスト、収益増加に先行した賃上げは、企業の利益のうち労働者の取り分を示す労働分配率を高めているだけで、持続的とは 言えないいとして,きています、まあ、その上で、労働生産性を高めることが、賃金上昇の好循環に欠かせないというコメントなんですが、こちらは、<laughs> <laughs> あ,のあのね、はいはい、あの、面白いんですけど、まあ、確かに収益増加に先行した賃上げです。はい、なぜかというと、まあそ、そんなに利益が出てるんだったらね、えー、それだったら、まあ、容赦なくこう賃金上げっていうのができるんだけども、えー、あの要は人手不足感が強まってるのね、人口構造の,、はい、の変化によって。えーえー、だから、賃上げしなくて人来ないっていう、そういう脅迫観念にかられてる。それはいいと思うんですよ。はい。で、はい、持続的ではとは言えないというんだけど、あの人口構造 変変化によっっててわるのでこれ、は、持続せざるを得ないです絶対に、かに労働分配率が高まってね、言うんだけど、でもこれ、下げすぎたんですよ、日本はそもそも、労働分配率を。だこれ、上がってるっていうのはいいことだし、持続的になると思うんだけども、その後労働生産性を高めることが賃金上昇の好循環に欠かせない、そりゃそうなんだけど、だったら投資をしなくちゃいけないでしょと。そのためには、もうちゃんと景気が良くて、需要が安定的に確保されて、投資しても儲かるなって企業に思わせなくちゃいけないということなので、あとは逆に、政府が財政出動で需要拡大っていうのに踏み出せ これは持続します。奇襲的な攻撃能力向上。まあ、これ夜発射したというのもありますよね。あと、発射形態の多様化。これを挙げています。まあ、これあの、発射台か、発射台って言っても移動式の発射台だと。かそうですね。あるいはセレビ M ビーうですね。潜水艦から撃つという実験もしたんですよね。ええ。まあ、こういうものが入っているということですが、防衛白書、どうご覧になりますか。いや、これは全くその通りなんですが、じゃあ、日本はどのように対処するかっていうのが欠けてるんですよね。はい。まあ、はっきり言いますが、今の普通の国の政治家だったら、普通に核武装の議論すると思います。はい。 はい、日本も。ええー。はい、えーで。そうじゃない。それが嫌だって言うんだったら、じゃあどうやって国民を守るんですかっていうのを議論しなくちゃいけないんですけど、みんな目か、目を逸らしてますね、そっから。は,はい。はい、えーはい。また、あの、中国をめぐってはですね、自らの一方的な主張、妥協なく実現しようとする姿勢に強い懸念を示しています、うんえ。中国の海軍の艦艇、あと航空機が日本海で訓練を行っていることを踏まえて、中国軍の動向にも警戒感を示した形です。うんまあ、中国に対する防衛白書の表現、これどうでしょうこれも同じですよね。 防衛白書って、要は外国がどうなこうのっていう話なんですね、それはそれでやるべきなんだけど、もう一歩踏み込んで、じゃあ日本どうするんですかって議論がないんですよ、だから例えば尖閣の話で言えばね、公務員なり自衛隊員を常駐させたら終わるんです、あの話は、でもやらないと、自民党、確か公約にあげたと思うんですけどねだって今ね、尖閣諸島というのは、もちろん日本の領土だと、だけれど、も行っちゃいけない、そう、なっんですよね普通に人が住んでれば、あの話終わるのに、中国を刺激するのがどうなこう なんてことやってると、どん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 規制事実化されます。すね、向こう側のあのやり方が。そうですね。えー、で、中国はどういうあの動きを見せたかというと、まあ、今回このお日本の防衛白書がですね、出て、中国国防省の報道官、こう言いました。中国軍に対する悪意に満ちており、えー、国際社会を公然と欺くものだ。うん、断固として反対する。はい。というふうに言ってます。うん、ええー。まあ、それはそう言うでしょう、ね。どかなんかあの、スターリンがヒトラーになんか投げかけた悪口にそっくりなんですよ。<laughs> これって<ー>。逆マしになりなんですけど、<そ>ヒトラーがヒトラにスターリンにね、えー だから、バルバラス作戦の前にね、そんな感じがそういえば、フィリピンで河野大臣がね、外務大臣、新しくなりました河野外務大臣が、やっぱり中国のことを批判した、これ、王毅外相ががっかりしたみたいなことをね、言ってました、これ、お父さん、河野洋平氏のその流れっていうのもあるんでしょうけれども、でもそこでまた河野外務大臣はちゃんとですね、もっと大国の振る舞いをしてもらわないと困るよみたいな、ああいう言い返すというのはやっぱり大事なんでしょうね。もちろん言い返すのも大事だけど、じゃあ、言い返したから、俺、中国ざま見る話まないんでう。 のの話だから、えー、どうやってそれに対抗するかっていうのを議論しなくちゃいけないと思います、えー、そうか議論が大切なんですね、はいはい、続いてはこちら「日本経済新聞長期失業19年ぶり低水準」 1>, 1年以上にわたって仕事を探す長期失業者が減っています。総務省が昨日発表した4月から6月の労働力調査によると、長期失業率は68万人と、デフレ経済に入った直後の1998年以来、19年ぶりの少なさでした。景気の回復で人手不足が強